っていうのがローで、多分あんまり僕イメージがないのね、はいはい、ミドルとかってあんまりイメージないんですよ、ね、ミドル出さないですね、確かに。はい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 、はい、どんな感じなんですか、ミドル。ミドルは僕の中では2個あって、はい、まあなんかメロディーが乗るやつ、はいはい、すげえ。そうそうそう、っていうのが1個のミドルで、はいはい、それこそさっきのそのメタルコア云々のところで言うと、まあそれこそエクスコアのかかりとか、ああはい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 、レレ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 バカにしないですよ、バカにしないですちょっと自分なりに習得しようとね言いやすい練習言いやすい語彙で何とかでちょっと高く聞こえさせるローとかあるんですか。あ、それはあるかもしれないですね。だからローで、はい、ローで音程つけるって感じなんですか、ね、あー、はいはいはい、だから高めのローみたいな With the flag to smile! はいはい Rip it down and just matter to the world! My mind is the world!えぐすぎる。もうちゃ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 う。すごっ。でも確かミドルですね。あ、これミドルですか。ミドルぐらいの、うんうんうん、でもちょっと欠けてるところが違うみたいな感じ。な感じっすよね、うんうんうん、すごいな。なんかローとあんまり変わらないっすよね。やっぱローを上げたみたいな。そうですね、そんなイメージですね。俺の中で音量がいました。音量やばいっすよ。イデシっすよ。あれますよ。普通にイニシャルわけないもん、今のがで。ミドルはじゃあ、まあこれぐらいの感じで、まあ、楽曲的にあんまり使わないですもんね。ね、ほぼほぼ使わないですね。高いのと低いの。高いのと低いので。なるほどっすね。やってる感じですね。なるほどっすね。で、次、はい、高いやつですか。高いやつ。高いやつも、じゃあ低いやつから高いやつ。はい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 。楽しいっすね。綺麗ですね。綺麗に。これですかね。すごい。めっちゃロングトーンだし。やっぱローとは違いますよね。全然。なんか違いますよね。やっぱ。なんかハイライト。うん。鼻にかかっていく感じですかね。確かに。僕のイメージは。上にね抜けていきますよ、ね。なるほど。まあちゃうんですか、この魔法。いやでもこれは結構近い。近いですか。結構近いかもしれない。ああ。なんだ。一緒っすね。結構一緒っすよね。ね。ここに関しては。でもいろいろなんか。パターンあるんですよね。パターンはあるかもしれないです。ペイスケさんのとか、今僕がやったのとかって、はい、それこそなんかデスコアとか、あーうんうん、いやいやいや、そうですね、いやいや系なんですよ。なんかまあエモいやつ、そうだな、いつだろう、エモブームの時に流行ったやつみたいなのは、いやーおいやーちゃーよわーちゃー、こっちの方がエモい。あーなるほど。いやーちゃーよわーいなーちゃーちゃー、こっちはエモい。はい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 、ちょっと地声が混ざって、でもなんか難しいなみたいな表現がね。クリーン使ってる人をやりがち系。はあ。クリーンもなんか結構ずっと高い、エモ系のバンドって高いですか、ずっと。高いですね。割と高いですか、はいはいはい、っていう人たちがよく使うやつ。なるほど。いやーお、うん、それからホイッスルとかつながるんですか。どうだろう。あー、出てきた。めっちゃ響きがすげえですね。あ、そうかもしれないです、うん、あんまりこう、こうは出てないかもしれないです。ねえねえ、すげえ。やめてさっきのエモシャウト、繋がるかな。ねじ込まれた。はい、と同じねじ込む。懐かしいっす。伝わらず。伝わらない。平均年齢的に。ギリギリ伝わらず。ボーン。漫画用のすぎます。マジですごいっす。いやいやいや。努力大事っすね。あ、いっぱい入って一点になってる感じです。あ、そうっすね、そうっすね、そうっすね。多分それがね。あ、そうっす、そうっす、そうっす。て、ケイスケさんから恐れました、僕。いつですか。何年前ですかね。ねじ込みホイッスルっていうのがあって、今やったやつですけど。ケイスケさんが、
圭介さんがそのデビューをやる前にやってた YouTube のコメント欄に返信してたんですよ。これこのホイッスル一瞬入れてるやつどうやるんですかみたいな。その圭介さんがこれはまああの息をホイッスルのとこにねじ込むんですよ。なるほど。ねじ込むもねじ込む。そっから来たんで。うわ。命名名付け親です。俺は知らずのうちにそれをやってたんですね。そうでも最近知ったんですよ、僕ネジコン風数って今やってる。逆輸入してる。逆輸入してる。マホンクの動画見て、ああこれめっちゃ違う。俺言ってたの。そうこの言ってた気もする。そうそうそう、ネジコンさすが来てるな。ネジコンできますよ。でも俺できねえよ今。ケイスケさんはあの豪人残酷の MV とかでちょいちょいコメント来てましたけど、はいはい、結構ベロを上げるじゃないですか、先端を。あれはあえてなんですか、気づいたらなって。気づいたらなってましたね。あのライブ映像の方ですかね。はいはいはい、あれ気持ち悪いですよね。いやいや、ちょっとね、自分なりに原因探ってみたんですけど、あ、はいはいはい、お強制してるんですよ。はいはいはい、ちょっと前、ちょっと2年ぐらい前から。はいはいはい、でこれが結構痛いのと、あ、なるほど、あの歌いづらいので、あ、邪魔で、はいはい、そういうのもあって、ちょっとあのホイッスルの質、うん、ネジ込みホイッスル、はいはい、いやのいいみたいなのが、はいはいはい、結構なんか変わってきてるの。なるほど、発声方法が。なるほど。 PV とか見たら、うん、いいなってやつ、いいってなってるんですけど、そのライブ映像見たら、なってます。変わってるなと思って、知らん間に。知らんかったんす。 MV の後に気づいたんす。ピッチ下がってるのを気づいてたんですよ。あ、そのはい。僕も年齢なんで結構声がいいかなとか思っちゃってたりしたんですよ。なるほど、ピッチが下がってたんですね。ピッチが下がってたの気づいてたんですけど、はい、なんかどうやら多分出し方もちょっと若干変わってるかな。はい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 、その原因は多分強制かな。ああ、そういうことですね。まあまあ大いにあるでしょうね。そうそう、あとそう、圭介さんの謎技術の一つ、はい、3つあると思ってて、はいはい、まず1個がさっきの、はい、こもらせるやつ、はいはい、とあとまあねじ込みがもうある、はい、でもう一個、これ僕マジできないんですけど、はい、大ほわ、あー、大ほわね、大ほわできない、あれですね、大ほわ、よし、おさよよ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 よ、あの普通にローですよ、ローのね、あのショットやってて、まあ、フォアはね、あの吸ってるんですよね、息を。そうですね、結構流行ってたんですよね、昔ね。そうですね、水水水は流行ってます。デスボイスみたいな、あ、ありましたね、うーみたいな、ね、おお、すごっ。最初デスボイスでき、あ、これいいちょっともうカットで、あ、はい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 、はい、デスボイスできないやつがもう一回言ってるわ。簡単だから、確かに確かに、まあまあか、まあ絶対吐きより簡単ですよ。僕もさっき ESP の授業でそれ言ってきてるんで、そういうのが簡単なんで。簡単だよね、薬水は1日でできますよ。1日でできるんですよ、本当に1日でできるんですよ。1日でできる、あのクオリティを置いとけば1日でできます。薬水はすぐ掴みやすいですよね。そうそうそう、なんかまあ吐きができるようになってもやらなくなったんですけど、そのホイッスル、フォアみたいな、ディル・アン・グレイの、あれ、なんだっけな、オブスキュア。オブスキュア、はい。あ、多分あれ入ってるんですか。あれ、同じ系のフレーズ入ってますね。そうそう、フォア、フォア、フォアみたいな。あれは入ってるのか、ちょっと吸ってるのか、ちょっと分かんないですけど、ああいうなんか音質、どうやってやるんやろって、試行錯誤してて、まあ、吸ったホイッスルがそれに近いような、なるほど、やったんで、なるほど、そっからだったんですね。うん、吸って、うん、まあ、ピッチを上げていく。はい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 。うわっ！さすが！うわ、すごっ！すごっ！それとじゃあ、そのローを交互にやってる感じですね。やるんすか？はい。できます？できます？終了画面が出てくる。1時間ぐらい、そうそうそう、耐久になっちゃうんで、やば、無限にできるわけですね。吐いてするから呼吸っすよ、ずっといける。そうそうそう、エコっすね、呼吸っすよ。すごい、ね、そっか、無限っすよ、無限、すごいな、それすごいわ。
そっか、じゃあ同じだけ吐いて同じだけ吸うから、うん、ゼロに、ずっとゼロゼロやばっ。ここで息してるすごいそれマジで、あれっすわ、あれはすごいっすわ。エコシャウト、エコシャウト、エコ、え、ほんとのエコっすよ、ね、すごいな、リサイクルしてるんですよ。リサイクルしてるんですね。すごい、これはね、本当に見たことないですよね、やってる人。これ楽っすけどね、僕的には。結構吸うのがちょっと無理っすね。いや、いけますよ、マイスクリーム講師のマコモさんが生徒さんがじゃあ来たらどうするんですよ。これやりたいです。方法やりたいです。いないっす。見たことないっす。いないっすか。いないっすよ。いないっすよ。すごっ。できてるっすよ。これしかないっす。吸いならできるっすけど、吐きとこう繰り返すのが。あー、え、そうですか。まあ、ローは普通でいいんですよ。はいはい、普通で、もうほんまにでいいんですよね。はいはいはい。あー、できねえ。あー、できねえ。できない。水がやっぱり吐きの勢いに負けちゃうっていう。あー、なるほど。ケンスケさん多分、はいはい、100吐いて100吸うんですけど、はい、僕100吐けるんですけど、はい、45ぐらいしか吸えてないです。あー、なるほどなるほど。だから、どんどんこう進んでいっちゃうんです。最初はもしかしたらスピード遅めの方がやりやすいのかもしれないね。おー楽器みたいですね。おー最初はメトロノート最初はゆっくりしてくださいみたいな。ギターみたいになってる。おもろ。ストロークみたいな、アップストロークとダウンストロークみたいな、こうこうそこまでして習得するようなもんでもないですよ。こんなもので言ってたんだ。めちゃくちゃ面白い。いや、すごいわ。これが多分ケンスケさんの、まあ、特殊そうそうなんだ技能だと思ってて、はいはい、いやそれちょっと垣間見えてめちゃくちゃ光栄でした。おはようございます。ありがとうございます。そんなとこですか。多分出尽くしたんで、はい、いや、めちゃくちゃ勉強になりました。告知とかあります？あ、告知ですね。はい、1個あります。おっ、ぜひお願いします。はい、4月29日、はい、渋谷クラブクワトロ、でかっ。はい、デビュー部ね、初のデカキャパで、いいさんある方はぜひ遊びに来てください。ぜひぜひお願いします。ということで、ケースケさんまで来てお送りしてまいりました。めっちゃ面白かったです。面白かったです。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。